キリタ君。この新しいメニューなんだけど、試してみた？じゃあ頼んでみようかな。うちでは時々食べてたよね、マフィン。SAO の料理って現実とは結構かけ離れた味がしたりするから、どうしようかな。何よそれ、まずかったらキリト君の料理と交換ね。リーファさんとパパは本当に仲がいいんですね。え、そうかな。だけの気やすい距離感があるよね。うんうん、キリトが一番打ち解けてるのってやっぱりリーファなのよね。って言ってもいいことばかりじゃないよ。お互いのいいところも悪いところも全部筒抜けだし。でもそれを差し引いても羨ましいですよ、その仲の良さは。仲の良さですか。それじゃあ試しにみんなでパパの妹になってみたらどうでしょう。それってどういうこと？だからリーファさんを真似てパパの妹として振る舞ってみるんです。そうすればみんなリーファさんと同じくらいパパと仲良しになれるはずです。なるほど、要するにごっこ遊びってことね。うん、ちょっと面白そうかも。きっと楽しいですよ。私もママもリズベットさんもシリカさんもシノーさんもみんなパパの妹さんです。あ、リーファさんはご指導をお願いいたします。え、私が指導？私たちはパパの妹初心者ですから、ちゃんと妹ができてるかベテラン妹としてチェックしてください。分かった。そういうわけでお兄ちゃん、これからよろしくお願いします。私も一応リアルで妹なんだけど、キリト君の妹だとどんな感じかな。キリト、お兄ちゃん。あ、ダメ、ダメです。恥ずかしすぎます。お兄ちゃん。お兄ちゃんか。兄貴の方が恥ずかしくないかな。
キリトお兄ちゃん、宿題でわからないところがあるの。とか、どうでしょう。私も向こうに戻ったらやってみよう。お兄ちゃん、今日は一緒に寝ましょう。ちょっとゆいちゃん、妹はお兄ちゃんと一緒には寝ないんだよ。あれ、そうなんですか。まあ小さい頃はそういったこともあったけど。お兄ちゃんに変わっただけというか。もう難しいです。もっと妹の情報を集めなくてはいけないですね。ちょっと兄貴、あたしという可愛い妹をほっぽって他の子にかまけてるってどういうこと。ほらほら兄貴、可愛い妹の肩もんでおやつをご馳走して。心を込めて妹を可愛がれ。苦しゅうない、苦しゅうない。私いつもそんな風に見えてるの。にゃ、私がこうしたいだけ。ダメですよ、妹になるのが目的なんですから。今妹のあるべき姿の情報を集めてきました。素直にお兄ちゃんを好きな気持ちを表現してください。お兄ちゃんを好き。妹というものは寝坊したお兄ちゃんを起こしたり、毎朝お弁当を作ってあげたり、何もないところで転んだりするものなんです。そしてお兄ちゃんのお嫁さんになりたいと思っているんですよ。そうだったの。ない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 、そんなこと絶対ないから。それじゃあリスベットさん、もう一度頑張ってみてください。ごめんね、私が体が弱いばっかりにお兄ちゃんに迷惑ばっかりかけて。そういう設定なの。お兄ちゃん、もし私が今度の誕生日を迎えられたら、その時は私のことお嫁さんにしてくれる？
私たち兄弟だけど、お兄ちゃんのことが好きなんだもん。ダメかな。ダメに決まってるでしょ。何やってんのよリズ。いや、なんかやってるうちに楽しくなってきちゃって。リズベットさん、素晴らしい妹でした。なんかだんだんよくわからない展開になってきてる。ほら、お兄ちゃん注文してたチーズマフィンが来たよ。食べる？それからチーズケーキも頼んであるよ。来たら一緒に食べようね。お兄ちゃんはケーキに目がないもんね。今度うちでも作ってあげる。好物で釣ってる。見事な妹だと思います。キリト君が望むなら、私はこれからずっと妹になってもいいよ。さあ、残るはシノンさんだけですよ。勇気を出して妹になってください。やっぱり私もやるのね。まあいいわ。お兄ちゃん、こんなにたくさん妹がいるけど、どの妹が一番好き？そんなに驚かなくてもいいじゃない。教えてよ、お兄ちゃん。もメロメロよ。でも演技じゃないですか。まあそれを言っちゃ全員演技なんだけどね。それはまあそうですけど。結論じゃない？まあそりゃそうね。でも恋人にならなれるわよ。あ、キリトの場合はアスナがいるから愛人か。愛？愛人、愛人って何ですか？やば。
人よりも仲良しですか？今度は愛人をやってみましょう。愛人って…キリト君の…あ、愛人？リズ、ユイちゃんに変なこと教えないでよ。ちょっといいか？よし。しました。さあ行きましょう。キリトさん、よろしくお願いします。